はいどうも、ひたまゆです。今日も京都でやっていくということで、ね、今日はねこの5ステップガチャ船長ピックアップガチャが熱すぎる。毎回星4キャラが確定ということで、提供割合見てみましょう。はい、で提供割合なんですけど、こちらリンリン、ドンキホーテ、ドフラミンゴ、バウンドマン、ボアハンコック、ロー、キッド、モリア、ハンコック、ニューゲートで、ナイトメアルフィー、ロー、あとは普通のね、あれですね、ガチャゲンですね。何が熱いかっていうと、この 6% が高いんだよね。 6.667% なんだけど、まあこんなピックアップないよね。多分普段こんな当たりやすいピックアップはほとんどないので、あの無課金の人には本当おすすめかもしれません。まずまあビッグマム、ドフィー、バウンドマンっていう環境もトップ5に絶対入ってくるようなキャラが3体ピックアップされていて、まあさらに他にもローとかキッドとかね、モリアとか普通にフェスゲンとしてまあまあ有能な方も入ってるし、まあこっちにはね、まあこっちはそうでもないか、まあそのとにかくピックアップでリンリンとドフィーとバウンドマンが、この3体が18%だから 20% ぐらいなんだよね。約5分の1で1体は出る計算だから、この5回は引かなくてもいいかもしれないけど、毎回ステップアップで星4キャラ1体確定なので、これはだいぶ熱いんじゃないでしょうか。まあドフィー、ビッグマム、ほんとバウンドマンめちゃめちゃ強いから、まあ俺正直3体ともほぼ100レベルなので、まあ今回は引かないんですけども、ほんと無課金の方はほんと皆さんにおすすめしたいガチャですね。これは熱すぎる。このピックアップは熱い、マジでえぐいでしょ。まあということでね、今回はこの紹介と、まあ、最後チャレンジバトルをちょっと やりたいと思います。レッツゴー。はい、ステージはドレスローザステージということでやっていきます。今回僕が使うのはワーポール。最悪だよ。まあだけど相手も強い。何このハズレ、あでもこっちバウンドマンよりね、いやほぼハズレキャラ。まあまあモリアが強くて、まあこっちは大体強いかな。まあまあまあ、いやはず、ワーポール、ワーポールはきつい。いやどうしよう、ワポルの使い方とか難しい。固定ダメージがあるんでしょ。ワポルあんま使ったことないから分かんないんだよなという言い訳を挟んでいきつつやっていく。どうしようか、これ結構きついな、ワポル。マジか。いやワポル、くー、何これ結構きつくない。まあワポルのねうまい使い方わからないんで、今度いつか動画にしてやられたらいいなと思いますけども、まあ俺ワポル80レベル超えてるっけっていう、そもそも論がありまして、これは誰か落ちようとしてるのかな。これはナイトメアルフィーに合わせる感じでいきたいんだけど、ナイトメアルフィー、あ、オッケーオッケー、そっち行くね。あーこのバウンドマンちょっと、おいバウンドマン、絶対お前あれだろね、マジ？てかこれ待って、ナイトメアルフィーもさボット臭くない？ねえワポルでさ頑張ろうとしてる人がいるんだよ、みんな頑張ろうよ。ハタトの長、なんでモリア来たの？いたずら？いたずら君？吹っ飛ばされるよ。何これ？何これ？みんなボットだらけ。頑張れ頑張れ。まあ、僕はゲージ貯めつつやっていきます。誰も B 行かないやん。そんなことある？じゃあ俺 B 行っちゃおう。おい裏取り来んなモリアが。あ大丈夫だあれは。あ行ってる行ってる。なんで全員で行くんだよ。バカかお前ら。ちょっと誰かさ、アタッカーとも何やってんだよ。やば、ナイトメアルフィー取ろうとしてるの今、ごめん。いやこれ結構範囲広いんだよね。ここが2度目ですね。これが上手い人が使うやつ。自分で上手い人とか言っていく。吹っ飛ばされないの今の。危ねえな。ナイス。ワポルでもねやっぱ十分活躍できますよこの時代。いやーそんなことないと思うけどな。おいバウンドマン裏取りすんな。危ねえな。おあれ、ああ違うか、憎くいにいったんか。やばい、うっそー、ごめんごめんごめん。あー好き使っちゃったか。1、2、3、ナイス。取れ取れ取れる取れ取れれと取ってって取っちゃって取っちゃってイエイエイ。入ろうぜ、とりあえず入ろうぜ。あー吹っ飛ばされたあれ。
まあ和牢なんであれは別に取られないかな、すぐには。どまい。どまい。強っ、バウンドマン。反則だろ。やばい。え、全員吹っ飛ばされてんの。オッケーオッケー、アーロは任せろ。やばい、ジャスカイされた。そんなうまいことある。ワポル、ワポル、おい、ジャックキャラ同士仲良くやろうぜ。ジャックキャラ同士、1、2、3、パンチ。いや強いね。いや、まだ俺はキルできる。俺はまだキルできる。強っ。いや、これ強えわ。ナイス。はい、ということでね、今日の動画を終わりにするんですけど、とりあえずね、この船長キャラチャレンジと船長フェスは熱い。まあ何よりね、やっぱり星4のかけらも手に入るので、皆さんね、石もいっぱい手に入るんだよね、これ毎回毎回。ありがとうって感じですね、本当に。ぜひよかったらね、皆さんもやってみてください。で、よかったら僕のチャンネル登録もしてください。ということで、今日の動画を終わりにします。バイバーイ。